国家予算の10分の1以下の国防費だけで効率よく国防を担っている日本の自衛隊は、本当にすごいよね。中国やアメリカに比べると圧倒的に少ない国防費だからな。ちなみに最強の軍事力を誇る国ってどこなんだろ？やっぱりトップはアメリカかな？そう見るのが妥当だよね。じゃあ2位は中国？日本の軍事力もなかなかのものだよね。中国は着々と軍事力を伸ばしていて、世界のトップに名を連ねようとしているみたいだし、あながち間違いではないけど、発展途上な感じも否めないな。そうだね。今回は航空機や潜水艦などの無人兵器化も進む中での日本の方向性についてと、アメリカから見た日本の軍事力についてなどを解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が少ない防衛費で防衛力を高めることができているのは、なんといっても日本独自の技術とアメリカとの同盟関係があるからに他ならないんだ。独自の技術と海外の技術を組み合わせ磨き上げる技術に長けている。これも明治維新以来培ってきた日本人気質のもたらす、独特のものだね。海外の技術を受け入れるとアレンジし、インスパイアしての国の技術を加えてさらに強化する。研究心旺盛な日本人だからこそできることだと思うぜ。日本人気質はこれくらいでいいだろうと中途半端な技術開発はしないし、むしろ長く使えて壊れない技術を作り出していることから見ても、日本の軍事技術がどれほど高いものかわかるよね。実際、最新鋭潜水艦黒潮の存在を、中国潜水艦が探せなかったのも日本が誇れる技術の一つだろうし、もっと磨き抜いていくことで、日本の国防力を強化することにつながるはずだよ。そもそも日本の軍事力をどう評価するかという点については、日本国内でも様々な見方が存在し、これに警鐘を鳴らす勢力がある。一方でまだまだ国防力としては不足だと訴える声もあるんだ。賛否両論あるってわけだね。実際に、日本の軍事力について海外では実際にどのように捉えられているのかが気になる、という方も多いのではないかと思うんだ。隣国には、何かと日本の行為を軍国主義的だと非難するだけの中国や韓国がおり、日本の国防力強化にいい顔をしていない反面、太平洋戦争を経て、以降国防のパートナーとして長年関係を継続しているアメリカが日本の姿勢を評価している一面もあるよね。それらの各国が、日本の軍事力をどのように評価しているか、掘り下げてみたいと思うよ。アメリカ国内では、有能な軍事アナリストとして名高いアメリカ陸軍式幕僚大学 CGSC のジョン・ティ・キューン教授は、自衛隊の召喚や装備は世界的に見ても極めて高い水準にあると評しているんだ。ジョン・ティ・キューン教授は、特に海上自衛隊のポテンシャルについて触れ、海上自衛隊は世界でも5本の指に入る戦力を有するとしており、しかもこの戦力を極めて高い費用対効果で実現していると述べているよ。確かに、数量的には中国海軍の台頭によって劣勢に立たされているはずの日本で、今や地域における軍事的優位を保っているのは、潜水艦技術の進化があると言われているな。これは、そういう型の攻撃型潜水艦などの補完としての能力の高さと、逆に中国海軍の潜水艦を封じ込める対潜哨戒能力、この攻守両面に影響を受けての評価だと考えられているぜ。海上自衛隊の最新型の総流型12番艦統流でも建造費は約690億円ほどで、10番艦までの鉛蓄電池からリチウムイオン電池に切り替えたことでコストが高騰しているとはいえ、世界的に見ても比較的廉価な潜水艦に仕上がっているもんね。実際、韓国の最新型の潜水艦が同じ通常動力型としてサイズもほぼ似たような艦量でありながらも、建造費は1000億円以上と報じられていることから、日本の潜水艦が低コストなのに高パフォーマンスを誇る有能な兵器に仕上がっていることが理解できるんじゃないかな。日本において潜水艦は国防の要と見ている人も多いもんね。島国だし、外敵は海か空からやってくるのは明白だから当然だよね。潜水艦の能力が高いことから、中国海軍の割烹を防ぐ効果が期待できること、シーレーンの防衛に効果的な兵器であることから見て、今の技術を洗練して磨いていけば、中国海軍にも質の面で十分対抗できるとの声もあるんだ。押し村プロ、日本の潜水艦には弾道ミサイルの搭載能力がないとされていることだな。攻撃性の高い兵器を搭載しないことで、自衛隊イコール国防軍のイメージを植え付け、近隣諸国との政治的圧力を避ける狙いがあったからだが、そのことが中国やロシアなどの近隣軍事大国の増強を招いた一面があることも否めないんだよな。うんうん、そのためか、
最近は敵基地攻撃能力の保有を明言することが多くなっているみたい。2022年新年早々に行われた日米両政府の外務防衛担当閣僚協議通称2プラス2において、岸防衛大臣はミサイル防衛を強化するため敵基地攻撃能力の保有を検討すると伝え、このことにアメリカ側は歓迎する意向を示しているんだ。あくまで国土防衛の支障となる傾向が見られた場合の先制攻撃としての敵基地攻撃能力を備える意向である日本に対し、中国や韓国はいつものように日本の軍事国家化に憂慮と懸念を伝え、この方向性に明らかな拒否反応を示しているようだね。まあ、拒否反応を示すということは聞いているなと考えてもいいわけだよね。これからしばらくは中国や韓国の歯ぎしりが聞こえてくるんじゃないの？さて、アメリカにおける話に戻そうか。アメリカ海軍協会 USNI ニュースなどでおなじみの軍事アナリスト、カイル・溝上氏は、日本とアメリカとの関係はイギリスのそれよりも近いとする氏の見解を述べているよ。その上で、カイル・溝上氏は今日の日本の防衛とはアメリカとの強固な同盟関係に基づくものであるとし、非アメリカ安保条約以降の近年の同盟関係の強化を主要な要因と見ているようだね。現在の日本政権は自公連立政権となっているよ。一時憲法改正で自衛隊の位置づけを改める方向性を示していた安倍晋三氏が退任し、紆余曲折があって現在の総理は自民党内でハト派と呼ばれる岸田文雄氏になったことで、憲法改正への意欲は弱まったとも言われていたんだ。だけど、この岸田総理、2022年の年初会見では憲法改正について前向きに発言しており、党内の高派に配慮したものなのか、あるいは本当に変節したのかと、政治関係者の間で話題になっているみたい。憲法改正により自衛隊を合法化し、様々な場面で活躍の場を広げるとともに、国防のための先制攻撃を可能とする法整備を行う。これが現在の政権における国防ビジョンであるとすれば、周辺諸国からのやっかみや批判の声はある程度覚悟しなくてはならないだろうね。ちなみに、アメリカの一部有識者の意見では、専守防衛の姿勢が、日本の軍事力を高めたとの説も出ているみたいだな。もともと、第二次世界大戦後の日本が専守防衛を旨としてきたことで、攻撃型の戦力保有を制限してきたからこそ、軍事力の向上に邁進できたのではないかという逆説的な意見ってわけだ。まあ、個人的には、この意見にはいささか疑義を唱えざるを得ないと思っているぜ。端的に言えば防御用兵器だけに注力してきたから軍事力が向上したというのは、理屈に合わないと思えるからな。例えば、現状において中国海軍に対する日本の切り札的存在が潜水艦であることは先ほども触れたが、これにも攻撃用兵装である魚雷がさらに充実していなければ、軍事力の強化には繋がらないんだ。やっぱり軍事力の定義としては防御力よりも攻撃力を重視する部分があるだろうしね。もし、仮に中国海軍が日本と同じような潜水艦を飛行するとするなら、自らは潜んでいるだけで攻撃してこないと分かっていれば、そもそも対処する必要すらないとも言えるもんね。そもそも日本の自衛隊は専守防衛を標榜しつつも、アメリカの有効な軍事力を当てにしつつも、その補助力として行動できる能力、それと同時に自衛隊単独で作戦行動が行える能力を有しているんだ。朝鮮戦争当時、アメリカはその軍事的負担に悲鳴を上げ、日本に自衛力だけを有することを命じる方向転換を行い、今の自衛隊が生まれたんだよね。アメリカからいきなりお前たちだけで何とかしろと言われた日本は、時代が経過してもいつそんなことを言われるかわからないって思いながら身構えて、自らの軍事力を磨いて育ててきたんだ。さらに、アメリカ海軍の中心戦力である大型原子力空母を核とする空母打撃群の攻撃力は絶大であり、多くの国がこれを持たないのは運用する予算や技術を保有していないからでもあるよ。こうした点から考えれば、憲法の制約がむしろ強力な戦力を日本に保有させたという意見は、決して理にかなうものではないと思われるかも。前述のジョン・ティ・キューン教授は、日本企業の技術習得能力の高さを評して、F-35 ライトニング2などの戦闘機を進化させることも十分に可能だと示唆しているんだ。これも、日本の技術力に対する評価には感謝したいものなんだけど、戦闘機開発が単独では費用的に難しい点や、純国産戦闘機開発のノウハウを持ち得ない現状から見ると過大評価とも思えちゃうよね。そもそもアメリカ軍が強力な兵器を開発、保有できているのは、世界各地での実戦経験によるノウハウの蓄積が非常に大きなウェイトを占めているからでもあるんだよな。特に近代兵器の場合、電子機器類の連携による攻撃力の強化が必須であり、
細分化された分野において、特定の分野で日本が優位性を発揮することは現状では困難であろうと思うぜ。特に、AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも登場している現状から見ても、決して日本の軍事力を現状のままで満足しない方がいいだろうな。有能な日本の潜水艦群の守りも、圧倒的な物量攻撃で破られる可能性もある現在、有効な抑止力があるならば、積極的に導入を進めることが本当に必要な日本の国防だということは理解してほしいものだよね。日本だけが軍事力の強化を行っているわけでなく、中国だってロシアだって、あの北朝鮮であっても軍事的革新は絶えず行っている実情を、もっと日本国民は理解すべきなのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。